追加です、はい、ヨモさん、いやそうそう、今谷さんとこうコックからこうやって始めてるのを、はい、アリ、うん、コックこう、はい、アリコックからこうやるのをちょっとやめなきゃいけないなって、ちょっと谷さんの相談だなって言って最後終わったんですけど、うんうん、まさかのちょっとちらっと言われたんですよ、また新しい引き出し、はい、開いたと、うん、いやそのこういうは、アーリーフォワードプレス、フォワードプレスから の これが好き、はい、好きだって、うん、えどういうことですかっていう今下りです、うん、まあ、結構アイアンショットとかで、まあ、例えばダスティン・ジョンソンとか、はいはい、あと、はいはいはい、誰だ、ジョン・ラームとか、はい、まあ、フォワードプレス系の選手多くて、はいはい、でそこから上げてってこっちに外れるはやっぱないんですよね、はあ、なるほどね、でフォワードプレスしてる状態っていうのは一回手が平行になってる状態で、うんうん、それって外れてるような感じ、そうですね、はい、そこから上げていく過程で立てていく、はい、ほうほうっていう流れが実は一番回しやすくて、ただこれは結構練習というか、まあでも横田さんの感覚ならいけると思います、これが一応僕の中では理想的な、うん、こうしてからこう入れる、はい、そうです、うん、でこれなんでこうしたいかっていうと、ずっとハンドレートの状態でいこうとすると、はいはい、バックスイングのエネルギーで逆にヘッドが外れやすいんですよ、あでこれフォワードプレスから立てた方が安定するんですよね、こういうことですよね、 今の理屈でしょ、こっからちょっと槍でつつくみたいな感じで上げながら立ててもらいたいんですね、 あそうですそうですそうです、この感覚がハマると一番回りますクラブは。こう、はい、これやっぱ捕まるんですよね、どう、ちょっと一段階複雑な動きになるけど、ちょっとこれは考えてやんなきゃ、今までだったらこうやってやったけど、これを、うん、ちょっと立てたいんですよね、あでも動きとしては多分いいな、良、はい、かったです、あ取った、お閉じてきてる、おお、いいですね、うん、動きとしてはいい、ハンドレートからいくとちょっとバーンってヘッドが動きすぎちゃうんで、うん、あまり好きじゃないと、こうでこうでこの辺からこう、はい、これがこれはもうスイング的には完璧なんじゃない？めちゃくちゃ良かったです。やりやすさっていう意味ではちょっと練習は必要だけど。そうなんですよね。なんか僕の感想なんですけど、芹、う、沢、ん、軍団っぽいテイクバックの気持ち。なるほど。うん。思いっきり閉じますね、確かに。今ね、閉じたね。おー、すげー閉じてる。エンドオープン。おー、いけますね。そういうこと？そういうことなの？で試合になったら絶対バックスイングのエネルギーって増えるんで、その時に揃ってっちゃうんだ、ハンドレートで引いちゃうとバーンっていっちゃうんですよ、ヘッドが、それで逆ループ始まっちゃうわけですよ、はい、逆ループスティープ、それをフォワードプレスから立てていくとそんなにヘッドが暴れないんで、面白い、こうか、うん、キャリーも出てますね。ねえ、急に飛び出した。素晴らしいです。さすが。あ、今撮った。面白い。はい、ちょっと
これ練習しなきゃダメだ今日、うん、今からどうぞここでこれでももうスティープの動きも全くないし左肩も低いし、おお、うん、うん、そっち行くのか。ん？やシャローオープンですね。オープン、うん、動きは良かったけど今ちょっとヒール引っかかった感じですか。そうですね。あ、じゃあ全然大丈夫だ。うん、どうしてるね、うん、待って、これでちょっともう一回、もうここで一リアクション入れる。ちょっとこうで、こうで、こうで、おお、しょ、今のはもうさらにもう一回ここでこうやったんだよね。すごいっすよ、あのフィニッシュの手の位置が、うん、ちょっとね低くなって、ちょっとさらにダウンで入れたよ。あ、そうそう、シャロー動きますね。あ、いいですね。あ、オープンに抜ける、うんうん、やっぱりリリース早めた方がオープンに抜けますね。オーケー、ちょっとまた練習しますわ今日。はい、はい、いやでも本当面白いなと思いました。あの、はい、ね、小沢さんがこうやりたいことのイメージとなんか起きてることっていうのは実は、うんうん、同じことはあんまないっていう、はい、うん、だから頑張ってたこととちょっと違うじゃないですか、うん、あの今度こう1年ぐらい、うんうん、タイでも途中調子悪くなって一生懸命練習したりとか、うんうんうん、僕も一緒に見てて、うんうん、なんで頑張ってるのに手は下に降りてこないんだろうとか、うんうんうん、フェースはどんどん開いてっちゃうんだろうとか、うんうんうん、あのフォローで帰ってっちゃうんだろうとか、うんうんうん、っていうのがまさかの逆という、うん、逆に近い動き。ほらちょっとね、うん、いろいろやっぱり動画上げてみるべきですね。うん、はあ、やっぱりいろんな人に教わってるのもこういいよね、はあ、はい、そうでちゃんとそれを固めてくれる谷さんもいるし、うん、はあ、まあまあいいやね、うん、これ皆さん横田慎一チャンネルいい、いいよこれまあドキュメンタリーですね。ドキュメンタリー、うん、うん、まあ、もう文句ばっかり言ってる人はもうさよならいいよもう、うんうん、残念だね、文句ばっかり言ってる人、うん、分かってもらえて、分かってもらえない。ああ、まあ、そういう人はもうそういう人だわまた炎上するかな、え、また炎上するかな。でもなんかすごく僕も、はい、あの勉強になったというか、うん、こう取り入れたいなと思ったところもたくさんありました。そうですね、はい、ちょっとこれはワンランクこうすごいハイレベルな、しかも納得する、うん、そのレベルがっていうよりもこう納得できるね。で斬新だし、う
うん、これ紙動画になるんじゃないですか。まあね、あのスイング撮っていただいて、あの形としてね結果が現れてるから、はいはい、うん、これ激震が走るんじゃないですか、その、うん、ね、シャロイングとかそういうのやってる人たちにとってもね、うん、はい、新しい、はい、センセーショナルな、うん、そうですね、でした動画でしたね、はいはい、ということで小澤さん本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。普段はね松本ということでわざわざ軽井沢に来ていただきました。いえいえ、はい、ぜひあの小澤さんの動画の方もご覧いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろこうだ、どっちかというとアプローチなんかもこうやって使うというよりはこう入れてこう、はい、こう入れていくような、ハンドレイトダウンで打ちたいですね。ね、こういうことですよね。ハンドファーストダウンじゃダメですね。はいはいはい、こういう感じですよね。はい、こう極端にこう、そうですね、そのまま打ちたいですね。こうですね、クローズスタンスではいいぐらいですね、アプローチ全体的に、うんうんうん、こうやってこうだよね、アプローチもね、うんうん、あ、絶対いいと思います。これアプローチも良くなるぞ、これいろんなことがつながる。谷さんが言ってたこう左肩下げてみたいな、あ、そこで良くなったの、あ、そうだなと思ってました。だからそう、はい、左肩下げてって言ってアプローチ良くなったじゃん。それも拝見してました。そう、こうやったらさ、もうバウンス入りますもんね、その方。そう、でほら鷹の台でほら、うん、水上さんだ方もさ、ちょっと、はい、わかるじゃん、水上さんから教わったアプローチね、うん、リリースを早くしようってしてれば左肩はもうこの三角形右に置きたくなるんで、うん、こっちは。そうね、いや、リリース早くしようっていうのはめちゃ合うわ。もうそれだけでもこういうアドレスになるもん。あ、そうです、そうです、リリースを遅らそうと思ってこういうアドレスになるし、はい、これが俺めちゃくちゃ調子悪くなるのよ。絶対なると思います。これだもん俺の調子いいやつ。左腹にボディブローを受けたようなイメージでこうやってスイングしてるときに、これすげえ調子よかったのよ。横田さんのグリップもウィークじゃないですか、はいはい、ウィークというか、まあ僕これストレートだと思ってるんですけど、はいはい、それとの相性も絶対いいです。なるほど。この状況で捕まえなきゃいけないってなって、フックグリップで絆創膏を張ってる選手がやっぱ多いんで、こっちでもうストレートにグリップして使ってた方が絶対僕はいいと思うので。これだよな、だから俺谷さんがあれ言ってくれたのがすげえ嬉しかったよな、あの最後階段で言ったこと、早めにリリースさせちゃいましょうって。OK です。